You're listening to Shibuya Cross FM. は午後4時を過ぎました。里見しのぶのエンパラダッシュ、パーソナリティの里見しのぶです。今日の東京は渋谷の空はなんか曇って、とてもなんか今年で一番寒いらしいんですけど、でもそんなに寒い感じしないんですけど、どうですかね、寒いのかな、外にいる方。そうでもないですよ ね。外のお客様は今日のね、ゲストのファンの方が今日はね、たくさん300人ほどいらしていますがバレちゃうな、カメラがあるからそんなに寒くないんですけど、やっぱり地球温暖化なんでしょうかね。そしてオミクロン株、また新しいウイルスが、流行ってきているそうですが、日本もね、羽田じゃないや、大使館の人ですよね、オミクロンかかってて、で岸田総理すごいですよね、飛行機に乗ってた人全部をね濃厚接触者として扱って、多分それで多分抑えられてると思うんですよ。早い、すごくいいなって思います。でまたね、そんなに なんだろう熱が出て普通の風邪っぽいような感じのことを言われていましたが、今本当にね、あの SNS でいろんな情報が流れてますけど、振り回されないで、そうですよねって思うんですよ、ようやくなんか世間がこう回ってきたっていうかね、ほっとしておりますが、そんな感じで今日も50分間よろしくお願いいたします。里見しのぶのエンパラダッシュ、この番組は毎回素敵なゲストをお迎えして、和気あいあいと楽しいトークと音楽で最新のニュースや流行っていることなどを紹介していきます。さらに生放送の番組を生かして、リスナーの皆様にもメールやコメントでご参加いただけます。 E メールアドレスは info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp、 ファックスは東京03-6416-9528、 東京03-6416-9528、 お便りお待ちしております。里見しのぶのエンパラダッシュ、この番組は株式会社コムレイド、美の総合商社メディカルサロンソウルスペース、2社の提供でお送りいたします。それでは今日も本日1曲目は里見しのぶで「あやめ川」、聴いてください。染めた絵柄の
本日のゲスト原田雄一さんです。よろしくお願いいたします。原田雄一です。よろしくお願いいたします。はじめましてです。はじめましてですでもなんかはじめましてって感じがしなかったです。さっきの裏での会話とかも。ああ、はい、よく言われるんですよ、はい、すいません慣れ慣れしくて。なんかいやいやずっとなんかもう知ってる感じで、はい、こうだよねみたいな感じがすごいフランクに話しかけてくださってごめんいやいやとんでもないです。よく言われるの。本当ですか。でも、うん、あの嬉しかったです。あ、こういう感じなんだっていうのが最初につかめたのであ、わかりましたみたいな、はい、そうなんか意識してないんだけど、はい、あ、そういう喋り方するからみんなそう思うのかな。最初はあれみたいな、どっかで会ったのかな、うん、みたいな感じになるんですけどあ、やっぱ会ってないよねっていう、はい、そうなんだ。なんか今自分で気がついた、50分間よろしくお願いします。よろしくお願いします。原田雄一さんは、ね、なんとお紹介すればいい。 CD も出してるし、はい、俳優さんもやってるし、はい、演出もやってるし、あのどこ目指してんのってよく言われるんですよ、うんうん、あの知り合いにも役者仲間にも。でも今そういう時代じゃないじゃん。そうですよね、うん、やりたいことやってます。そう、はい、私もそうなの、はい、なので、うんうん、一応俳優業ではあるんですけどもミュージカルを中心として俳優やってるんですけども、うん、最近は演出の方のお仕事もいただいてですね、うん、はい、でそうなる前までにのお話をねいろいろお伺いしていきたいと思いますが、ご出身は埼玉県川越市です。あ、川越なんですね、はい、あの市村正親さんと同じ小学校中学校で。あ、そうなんだ、はい、後に共演することになるんですけども。はい、まあ、後々聞いてきますが、はい、すごいですね。で、そちらで生まれて、はい、何、子役もやってたんだよね。そうなんです。劇団若草に入りまして。あ、若草有名ですよね、はい、僕のいとこが、うん、レ・ミゼラブルで子役のガブローシュっていう役をやっていて、それを見て、両親に入りたいって言ったんですけども。あ、自分から、はい、ただ、まあ、その時6歳だったので、うん、はいはい、まだあの川越から劇団までレッスン、うん、自分で通えるようになるまで待ちなさいって言われて、劇団ちなみにどこにあったんですか。西荻窪です。あ、西荻たち住んでたけど。え、本当ですか、うん、合ってますかねすれ違ってますね。え、何年前だろう。もう9歳の時に僕は独身の時。あ、まあ、今も独身ですけど あれ何歳の時だろう。30年ぐらい前かな。あ、じゃあそうで、ちょうど30年前に入ったんです。僕は入団したのが、西荻ってあの、はい、どっち側。新宿から行って左側ですね。新宿から行って、あ、左、はい、左ちょっと戻る形になるんですけどね、荻窪の方に。あの新宿、あ、なんかすごいローカルな話ですけど、うんうん左でしょ、はい、で左行ったら角に銀行があったじゃない、はい、今もあるのかな、はい、銀行を線路沿いに行くんですよ。後ろの荻窪方面に。そう、私も行ってすぐコンビニがあるの、はい、右側に、はい、角に、はい、そこの上のマンション。本当ですか、うん、その先に駄菓子屋あったの覚えてます。覚えてないですかね。あ、覚えてないや。駄菓子屋買ってないから覚えてないその駄菓子屋のもうちょっと先に行ったところが、うん、そのもう一軒家になっていて、うん、それがもう劇団若草のもう社屋であり稽古場であったんですよ。今もあるんですか。もうないんです今は。あ、今ないんだ、はい、若草自体もなくなってしまったんですけども。あ、じゃあ私が住んでた頃はあったんだ。ありましたねきっと。でその駄菓子屋でもうレッスン終わってみんなでご褒美のようにお菓子を買って帰っていくのが毎日レッスン楽しみだったんですけど、その時に何歳だった。9歳からですね。9歳、はい、子供だったんだね。子供でした。私しっかり大人してたけどいやそんなだってそんなじゃないですか。だってそうですよ、うん、見えないチラチラしい知ってるくせにチラチラしい知ってんだけどさすが俳優だわ。いやいやそして、埼玉で生まれ育って、はい、埼玉から劇団に通ってて、はい、で、子役ってでもいきなりそういう
役をもらったわけ。ちょうど劇団はオーディションです。あの、うん、若草に入るのもまあ入団オーディションっていうのがあるんですけども、うんうんうん、入ってで、まあ、レミゼラブルがいとこやっていたのを見て僕も入ったので、うんうん、あこういうのやりたいなと思ってたところ、うん、劇団に入って2年目ぐらいでレミゼラブルの子役のオーディションがあったんですよ。でそれで受けたら受かって、あすごい。でそれでレミゼラブルのガブローシ役いとこと同じ役に就くことができたんですよね。へそれをやって、まあまあ、将来ミュージカル俳優になりたいですっていうコメントをそのパンフレットに残していました。小学校5年生の時ですね。すごい、うん、でも恵まれてるよね。私もね、だから私関西出身なんだけど、私が小さい時って、はい、私も子供の時から歌に歌手になりたいと思ってたけど、その頃って情報もないし、うん、どうやったら歌手になれるかって本当なかったの、うん、スター誕生を受けるぐらいしかなかったの。あそうだからすごい、ね、恵まれてるよね。なりたいと思って劇団受けて通って、まあ、素質がもちろんあったんでしょうけど、いやいやでもミュージカルを見れる環境っていうのがやっぱりこうあの東京以外ってなかなかそういう機会もないじゃないですか、ね、劇場にミュージカルが来るっていうのも、うん、なので、まあ、たまたまそういう環境にいられたっていうのは、うん、きっかけとなったのはありがたいことだなというふうに思ってますけどね。お母さんとかは反対しなかったの？最初はあのえーって言ってました。嘘？本当です。だから6歳の時に言い出してから、うんまあ、あのそのうち諦めるだろうって親も思ってたみたいなんですけど、うん、9歳ぐらいまでもういけるよって言うまで、うん、もう諦めなかったみたいで、うん、僕が、ちゃんと覚えてて、はい、で一人でもなんか一人っ子 で両親共働きなので、うん、そこからまあ小学生のうちもオーディションとか受けに行くじゃないですか、うんうんうん、そのドラマのオーディションだったり、うんうん、ミュージカルのオーディションだったりっていうのは、うん、お母さんと一緒に一人で行ってました。えらーい、うん、地図見て。えらーい、はあ、その頃なんかこう小学校でしょ。小学校です。えどれくらい電車乗って。だからもう原宿川越から原宿行ったりとか、うん、あもう都内どこでも行けましたね。すごいね、はい、でもなんか駅とかで、うん、あの聞くわけですよ、はいはい、切符の買い方は分かりませんとかそこら辺 あのだって大人に子役に受かるぐらいだったから 今も素敵ですけどすごい可愛かったんだ。可愛かったんでしょうね。よくさらわれなかったよね。そうです ね、 ね今だったら怖いよね。でもいろんな目に遭いましたよ。でもいろんな方が近寄ってきました。何どういう風になんかこうあの年配の方が歯をこう外しているかって言われたりとか。何どういうことなんだろうね。はい、でなんか隣に座ってたおばさまが自分がこうリュック背負ってたら、うん、リュックをこうなんか直してくれるんですけど、あのなんかこうちゃんと背負いなさいよみたいな感じで、なんか周りの大人に面倒見られてたのかなっていう感じはしますけどね。可愛かったからだよ多分ね。そうですかね。指導した方がいいよ。謙遜を知らないっていう、はい、否定しないですね。はい、本当でもしっかりしてたんでしょうね。あでも一人っ子の割にはそんなこう人見知りもあんまりなかったですし、うん、あそうなんだ、はい、結構ガツガツ言ってましたね、はい、仕事は取るもんだと思って。子供の時から。子供の時からおはようございますみたいな、仕事くださいみたいな感じでした。すごい、はい、未だに残ってますけどそれは。はあ、はい、そうなんだ、はい、そしてですよ、まあ、お仕事をやりながら、はい、でどういうふうに育っていったんですか。それで、まあ、中学高校と中学生とかまで、まあ、子役やっていて、うん、それこそあの、まあ、舞台もやりましたし、うん、あと大河ドラマも出させていただいたりとか、ね、今ね見たら大河ドラマの子役、琉球の風、はい、琉球の風の、まあ、主人公、うんまあ、東山紀之さんだったんですけど、少年隊の、あああああ、その少年時代をやらせていただいて、すごい、はい、でまあ、2話3話4話と、うん、その主人公の少年時代やらせていただいて、うんうんうん、でそれで沖縄ロケと中国、北京と福建省のロケに1ヶ月半ぐらい小学校4年生の時に行ってました。すごいね、うん、怖くなかった。いや怖くなかったです。楽しかったです。その時もお母さんは来ないで。あその時は母は、仕事休んでついてきてくれたんですけど、うん、さすがにね、はい、そうですよね、はい、よくあのジャニーズにスカウトされなかったですね。いやそれはなかったんですよ、なぜか。ねえ、なんでだろう。なぜだろう。なんだろう。出来上がりすぎてたんだよ、多分。いやいやいや、多分素質がなかったんだと思います。笑われた。多分出来上がり。なんで笑うんだろう。なんで笑うんだ。出来上がりすぎてたんだと思いますよ。いやでも子供の時からいろんな経験されてってすごいですよね。あもうありがたいですね。で、まあ、あの大河ドラマも秀吉っていうのも出させていただいて、はい、浅井長政役で、うん、その時にあの一緒に子役だったのが小栗旬君だったんですよね。え小栗旬君が、はい、子役だったの。子役だったんです。小栗旬さんも子役
からやってたんだ。そうなんです。で、子役で一緒で一緒にロケとか、まあ、あのスタジオで収録してそのままなんかあの、まあ、楽屋で遊んでたりとかよくしてましたね。そうなんだ。はい、でしゅんくんはその頃なんか俺ミュージカルやりたいなとか言って、小栗くんの方が言ってたんですけども、はい、まあ、今はでも俳優さんでね、頑張られてね、はい、今日本沈没っていうのをやってるのに見てます、どんどんイケメンになってきますね。あ、はい、ね、その頃から可愛かったですよ。でも本当に、はい、もう NHK の前とかであの彼はスカウトされてた方ですよ。そうなんだ、はい、僕はスルーでしたよ。本当に、はい、NHK の前にいた人に今来る時に、うん、なんか声かけられたんだけどってしゅんくん言ってて、うん、で僕はあ、いたねあの人たち、あ全然声かけてこなかったねみたいな感じでしたけど、はい、僕はスルーな方でした。そうなんだ、はい、もうガンガン行く雰囲気がにじみ出てたんじゃないのなんかあったら食いついてやろうみたいな感じでかもしれないです。さすがスカウトマン、目が超えてるなやっぱりなんかそうなると人間って引いちゃうじゃん今引いてないですよね。あ、大丈夫大丈夫大丈夫返すとちげえじゃねえかこいつみたいななんかあのすごい黙ってるといい男なのにね。あ、それよく言われるんですよはい、黙ってればって。あのなんだろう、漫才系とかもいけるよね。あ、だからどこ目指してるのって。コメディアンもいけると思う。よく言われます。だからミュージカルのコメディアン担当ですね、うん、今。あ、そうなんだ、はい、そうでもないと思ってるんですけどなんかそっちの方に行ってますうん、の方が合う。でもちょっと顔がイケメンすぎるからそこは中途半端だな。あ、中途半端きたあ、はい、なるほどね。でも一番やりたいことって何ですか。そうですね、でもまあ、うん、役者としてはもちろん、うん、あのまだまだいろいろな役をやらせていただきたいの で、うん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 、でもちろんあの歌ったり踊ったり芝居したりっていうのがどれが好きかって言われても、うん、どれも好きなんですよね。それはね、それは一貫だもんね、はい、だからまあミュージカルっていうジャンルでやらせてもらってるんですけど、うんうん、あとやっぱり今あの作ることって言いますか、うん、舞台を作ること、なんかこう、うん、家で机の上で、うん、自分の頭の中で考えたものがいろいろな役者の体だったりとかで、うん、この実現化して具現化していくみたいな、目の前にその世界が現れるっていうのがこんなに面白いことはなくて、うん、はい、それがもう小劇場であっても大劇場であっても、うん、はい、もうそれがなんか僕の世界がいろんな人の力を借りて目の前に現れるっていうのが今はすごく面白いですね、うん、あ、うん、ですよね、うん、すごいですね。じゃあここで、1曲ね、はい、CD を出されてるということで、はい、オリジナル曲ですね、はい、原田雄一さんでいつか聴いてください。この愛を胸に抱きつ
つか必ずあなたのもとへ届くと。本日のゲスト、俳優の原田雄一さん、今ね、とっても素敵な歌声、はい、いつかというオリジナルの曲を聴かせていただきました。この曲を作った方はどちら様？はい、作曲がゆかさんという私のまあコンサートだったりとか、うん、あとまあ歌謡ショーみたいなのもやったりするんですけども、あのそのまあいつもピアノを弾いてくださってアレンジもしてくださる方なんですけども、うん、その方にまああのコンサートをやるにあたって私が、うん、今回オリジナルの曲を1曲作りたいんだっていう相談をして、うんうん、そしたらなんか原案あるって言われて、うん、はい、でうちの母が鹿児島出身なんですけども、お私のお母さんも鹿児島出身、本当ですか、うん、なんか共通点いっぱいありそうですねなんかだから濃い顔してるんだ。濃いですか？本当ですか？うん、で、そうですか、うん、濃いってあんまり言われたことないですけども、うっそー、はい、いや、薄くはないよね。薄くはないですけどねまあ中身の濃さはあるかもしれないですけど外見で濃いってあんまり言われたことないですけども、あ、でもそうなんですよ。でまあ母は鹿児島で、うん、であの鹿児島市内にある山の上にホテルがあるんですけども、はいはい、そこの露天風呂から桜島が見えて、うん、錦江湾が見えて、で鹿児島市内のすごい夜景が見えて、それをなんかこう見た時に、あ、
これでなんか一曲作れないかなと思って、うんうん、なんかこう、まあ、あの祖父母亡くなってるんですけども、うん、まあ、星で今見ているだろうなっていうのと、あとやっぱりいろいろな歴史があったその土地なので、うん、今こうやって平和になっていますよご先祖様っていう気持ちも込めて、うん、山と海と大地とっていうのでこういう曲を作りたいんだよねっていうのを由香さんに言ったら山と海と大地と壮大すぎるなって言われたんですけど、で作詞をしたんですね。はい、あの原案を考えたので、こう僕がワードををこうつらつらつらって、まあ、文で書いて、うん、それをこう詩にしてくださって曲になったっていう感じですね。なんかね笑っちゃうんですけど、はい、私の母は鹿児島の徳之島出身なんですよ。はい、徳之島ご存知ですか？はい、もちろんです。で、あの徳之島の観光大使もやってるんですね。はい、で、はい、そのなった時にじゃあ曲を作ろうと思って、うん、私も 空と海と大地の歌を作ったの。青の青って言うんだけど、最後流れますけど、はい、なんか笑っちゃうくらいなんかにいろんなことが似てるんですけど、共通してますね。今日なんか運命ですね、なんかこう出会ったのがなんか不思議ですよね。不思議ですね。空と大地と海、はい、うん、だからこの間のゲストを紹介してくれたさくみさんが、はい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 、あの出てるのをあの見させていただいてたんですね、はいはい、この間電話いただいた時に、はい、うん、あ、なんか押し出し感がなんか共通するものがあるなと思ってたんですけど、いや押し出す方だなと思ったんですけど押し出し同士でぶつかっちゃいますよね。はい、はい、コンセント出てる同士ですよ今、はいはい、, 笑っちゃいますね、はい、あ、鹿児島なんだ。じゃあお母さんはもうこっちにずっといらっしゃったんだ。そうです、あの、うん、学校、学生、まあ、高校出てから、うん、上京してきてっていう感じですね。そうなんですね、はい、うん、で、そして続きを、はい、ですね、お仕事の告知もいっぱいちょっとお話しして、もっといろんなことを聞きたいんですが全然もう時間が足りません。あれすごい ね、 あのね、舞台も出演いっぱいされてて、はい、テレビ、ラジオ、うん、映画も出てますよね、はい、リリーシュシュのすべて、リリーシュシュのすべて岩井俊二監督なんですけども、これ出させていただいて、うん、はい、あ、面白かったです、はい。今までこんなたくさんお仕事してて一番印象に残ってるお仕事って何？でもやっぱり中心は舞台なので、うん、こう、まあ、レミゼラブルがその子役で入りました、うん、その後に、アンジョルラス役って革命のリーダーと、うん、あとマリウスっていう恋に落ちる青年の役、もう2役やっていて、うん、でレミゼラブルの中で3役やってるんですよね、うん、でそれが結構自分の中では大きくあの期間を取っている作品なので、うん、それがやっぱり印象に残っているのと、うん、あとミス・サイゴンっていうミュージカルで、うん、主人公キムのまあ、恋する、米兵役を山崎育三郎君と自分ダブルキャストでやらせてもらったんですけど、うんうんうん、それも結構あの大きく撮ったミュージカルなので、その2本っていうのはやっぱり僕の中では大きな作品だなというふうに思っております。ね、大きいね、お仕事いっぱいされてますけど、うん、ね、でここでですね、はい、今頑張ってるお仕事をね、はい、紹介してください。はい、今は稽古中なんですけども、うん、今度12月の28日から31日までの4日間、新ルヒマオリジナルミュージカル明治座で逆風に帆を張るという、まあ、長いタイトルなんですけども、うん、このシリーズが、ルヒマワリさんと明治座さんでタッグを組んで作っている11年目になる、シリーズでして、うん、あ、こっちの方がなんか分かりやすいかな。はい、 ありがとうございます、ね。で私はこれで演出と出演両方をやらせていただいております。ね、よくできるよね。いや、もう頭の中パニックです今出るだけでも大変で、私ぶっ倒れたのにぶっ倒れた。よくできますよね。いや、でももうあのこれも期間が、まあ、稽古期間も結構タイトめで作っていって、はい、で明治座 あのやっぱり気候って盆があったりとか、うん、こう競りがあったりとか、うん、フライングがあったりとかっていろいろこう、うん、あの駆使できるので、それも全部やりながら、うん、あの壮大バカバカしくも壮大にっていうのをやらせていただいております、うん、今日も今稽古をやっていて、あ、で、ね、途中抜けして今ここに来させていただいております。そうなんだ、はい、なんかねこの衣装がすごい、はい、すごい豪華じゃない、はい、実際もこういう衣装を着るんですか？全く関係ございません、ね、だからそれが不思議。そうなんですよ、これはもうイメージ、チラシのためのイメージで、うん、というのも実はこの時にまだ台本も上がっていなかったですし、あと衣装プランも全くできてなかったんですね。なのでこれがまあイメージといいますか、全く作品とは関係ありません。うん、はい、作品は、うん、源頼朝と北条義時のダブル主演で、うん、今回お送りするんですけども、まあ、このシリーズはいつも日本の歴史を、うん、やっている、うん、シリーズで、で今回はその2人が主役という鎌倉時代。じゃあ着物？着物
でもないんですよね。でもないんだ。はい、今回は、まあ、新たな挑戦として、うん、ミュージカルが初めて挑戦なので、うん、まあ、今までも歌はちょこちょこあったんですけど、今回ミュージカルとしてやるので、まあ、こう和洋折衷みたいな感じの、うん、衣装が出てくるのではないかなというふうに思っております。2021年12月28日から31日、大晦日までやるんですね。はい、明治座です。はい、皆さんぜひお越しください。28火曜日、29水曜日、30日木曜日、31日金曜日、時間は11時半、5時半、11時会場になってますよね。あ、会場だね。はい、11時からと17時会場、4日間そうですね。よろしくお願いします。はい、31日だけ11時半と17時半ですね。そうなんです。いつもはですね、はい、この大晦日はカウントダウンまでやるんですけれども、うん、まあ、今のちょっと時期的にもカウントダウンできないので。なるほど。はい、疑似カウントダウンというのをやらせていただきます。はい、はい、チケット料金、全席指定税込みですね。はい、S 席13,500円、1階2階席、 A 席6,000円、 3階席です。はい、一般販売は12月4日からもう販売してますね。はい、公式サイトに記載の公演概要、はい、ぜひ見てください。お願いいたします。明治座チケットセンターも大丈夫です。チケットピア、プラスインターネット予約もできます。主催ルーひまわり明治座です。お問い合わせよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。はい、それではここで、お友達紹介ですが、はい、お友達がね、来年になっちゃうんですね。はい、1月3日めでたい。私1月3日は着物、お正月いつも着物着てくるんですけど。あ、そうなんですか。そうなんです。あ、お着物姿見たかったですね。見たかった。はい、そしたら自分も着物できたんですけどね。本当に一緒に来る友達と。そうですね、なんかカツラも借りてきますよ、持って。仮装大会じゃないんだから。もう互いにどんだけ盛れるか勝負しましょう、今度。あ、する？私すっごい盛るよ。そうですか。これ長いからまっすぐ伸ばして。こんなんやりたいですね。あ、おかしい。はい、はい、じゃあお友達お願いします。はい、もう電話しちゃっていいんですか？いや、もちろんもちろん、はい、電話してください。スピーカーにしますか？はい、はい、スピーカーで川上和之さんですね。はい、川上和之さん、三つ星キッチンという団体を主催している方なんですけど。あ、和さん、どうもどうも、どうもどうも、こんにちは。こんにちは。川上さん、ご出演1月3日お正月なんですけど大丈夫でしょうか？はい、楽しみに伺います。この間まで公演してらっしゃったんですよ。あ、そうなの？はい、なんか原田さんも1月3日なんか着物着ていらっしゃるそうですけど。なんか里見さんが着物を着て、いらっしゃるということで、ちょっと森神対決などしようかなということを今言ってたんですけど。川上さんは1、はい、ゆうちゃんゆうちゃんで。いやいやいや、カズさん来てください、お願いします。いやいやいや、大丈夫でしょうかね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ではまた後ほどご連絡させていただきます。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼します。失礼します。はい、川上さんは何をされてる方？この方もですね、うん、ミュージカルと舞台で活躍してらっしゃる方で、はい、三つ星キッチンという団体も主催されていて、はい、三つ星キッチンという団体。はい、はい、で、まあ、川上さんが、うん、音楽も書かれる方なんですよね。あ、そうなんだ。はい、あ、じゃあミュージカルの音楽書いたりとか。そうですね、はい、で来年もまたその公演があるので、うん、はい、ぜひそこで語っていただきたいなというふうに。じゃあ宣伝をね、していただきたいと思います。はい、本当にね、あっという間に時間が過ぎてしまって、またぜひ。他になんか言いたいことあります？あ、また呼んでください。わかりました。まあ、ぜひ近いうちに。はい、はい、近いうちにね。はい、なんか1月3日一緒にいらっしゃればいいじゃん。はい、そんなわけで、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ここでじゃあもう1曲ね、原田雄一さんで CD の中から、オリジナル CD の中から合図、はい、聞いてください。
いつもと変わらないのに、毎日会ってるはずなのに、なぜだろう喜びが、なぜだろう増えてゆく。君がそばにいるだけで、なんて幸せな気持ち。そっと手を握るとき、そっと声をかけるとき、君の目に映る真実、大切に受け止めて。そっと肩を寄せるとき、そっと口づけするとき、時間が止まるほどの愛をこの胸で抱きしめて。そっと手を握るとき、そっと声をかけるとき、君の目に映る真実、大切に受け止めて。そっと肩を寄せるとき、そっと口づけするとき、時間は止まる。詰められると優しさあふれ出す。いつまでも変わらずに愛してる。里見しのぶのエンパラダッシュ、先ほど1月3日、来年1月3日の放送ってお伝えしましたが、1月3日はここの場所が閉まってるそうです。来ても入れません。ですので1月は、第3月曜日と第5月曜日になります、ね。今のなんだっけな、川上さん見てるかな、後で ご連絡しますね。3日来ても会えてませんよ。はい、というわけでスポンサーさんコーナーのゲストになります。サイバースケ、違う、株式会社 PSI 取締役小倉勤さん。どうもこんにちは。こんにちは。もう少しマイクに近づいてくださいね、お二人ともね。はじめまして、はい。そしてサイバーセキュリティ事業部ですね。はい、合ってます。赤川カレンです。カレンさんって読むのね。カレンって読む。カレンな感じするもん。ありがとうございます。よろしくお願いします。なんか細いし、細いし、ちょんってしたらポキって折れそうだもん。折らないでください。折らないでください。そう、私と喋っちゃったら折れそうな感じするじゃん。で、すごいなんかね、お土産を今いただいて嬉しい。枕でしょ。枕です。ね、ずっと最近あの寝ることに対してすごい私執着があって、枕は本当にいいものっていうか、こう気に入ったものをずっと今まで使ってきたので、これが欲しいと思ってたの実は。枕最近変えたいなと思ってて、いや本当にこの枕が欲しかったの。低反発のインスピレーションです。すごくなー。いやー、うー、すごいです。何かのご縁ということでね、よろしくお願いいたします。今日は、PSI、 この会社のこのお名前の由来は、はい、何でしょう。これ実はフェニックスの P ですね。フェニックス、フェニックスの P なんですね。うん、
フェニックスっていうか、まあ、鳥ですね。あのもう不死鳥です。あ、不死鳥のように、まあ、読みがもう苦境に立たされても頑張ってこう這い上がっていくっていうのが実は思いに込められているというのは、もう先代先々代からまあそう伺っています。私はもうまだまだ社会の身なんですが、まあ、もう結構古い会社でした。そうなんですか、はい、今何代目なんですか。今ですから3代目ですね。不死鳥って美空ひばりさんもね。そうですね。そうですよね。そんな感じで、で、S は？ S はいろいろ説はあるんですけど、うん、シンプルにセールスっていう、 あんまりかっこよくないんですけど、愛、愛はインターナショナルですね。ああ、なるほど、はい、OPSI で、事業内容は？そうですね、ちょっと我々サイバーセキュリティとか言うと硬いんですが、うん、まあ、シンプルに言えばですね、うんうん、まあ要は子供たちとか、うん、まあ、皆さんですね、うん、こうインターネットいろんな怖いことありますよね。怖いこと、怖いことあるじゃないですか。変なメールが届いたりとか来る、はい、そういったこの間来たのよ、はい、私のパソコンに、はい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 、で保護しますかなんかで、はいはい、でかけちゃったのよ、で、はいはい、あ、メールしたのかな、そしたらものすごい日本語で、はい、なんか片言の日本語で、はいはい、かかってきました、はい、電話が。そういうことをですね、なんとかこう守ろうっていうんですかね、そういった、うん、まあ、被害に遭わないようにこう頑張って、うん、人間がこうどうしてもね、うん、気づけないものとかあるじゃないですか。今怖いですよね。そういったものを、技術とか、うん、そういったものを使ってこう守っていこうみたいなサービスを日本に展開しているというのが、まあ、大枠の事業のイメージですね、うんうんうん。今だってね、はい、インターネットでお金を送ったり送金したりするじゃないですか、はいはいはい、もうなんか今はもう慣れてもうやってますけど、あれ、はい、一歩間違えたら口座勝手にこう下ろされちゃいますよね。そうですね、まあ、そういったやっぱり状況っていうのは今かなり深刻になってきてて、うん、まあ、ちょっと堅い話をするといろいろ政治的にいろいろ言われてたり、いろいろ言われてますけども、やっぱり政治的にもこういったサイバーはどうにかしようっていう発言って、結構世の中は今選挙の争点になんかもなったりもしてるじゃないですか。でもどちらかというと具体的にじゃあどうすればいいんだっていう時に、まあ我々の方でお手伝いできることはいろいろあると、まあそういったサービスをまあ展開してるっていうのが我々の事業の主な。今までで一番大変なことってどういう感じでした？はい、そうですね、なかなかちょっとこういう場で言いづらいんですけどね。言いづらいですけど、まあ、ただやはり本来は、だってセキュリティだもんね。そうです、今言ってもいいですけど、まあ、ざっくり言えばですよ、被害者であるのに加害者のように扱われたりするっていうようなことって我々の業界多いんですよ。何、どういうこと？要するに分からないので、うん、原因が、うん、とりあえず君がメールを開いたから悪いよねみたいな、社会全体がちょっとそういう風潮ではありますよね。原因がよく分からないんで、例えばルールを作るんですけど、いろいろ、まあ、コンプライアンスとか言いますけど、そういったルールを破ったから君が悪いよねっていう流れにしてしまっている風潮はちょっとありますよね。なるほど、あるかも、はいはい、そういったところはじゃあどうすればいいのかというと、やっぱり原因をちゃんと見えるようにしたり、分かるようにする方が本来正しくて、まあ、みんながハッピーになるんじゃないかなっていう方向性では我々は常に意識を持ってますね。分かるように、はい、楽しくないじゃないですか。うん、楽しい本来はずのインターネットが楽しくなくなっちゃって、うんうんうん、そう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 、怖いよね。そうです、 怖くなっちゃう、いけないよね。怖くなっちゃうんで、怖くならないためにはちゃんと分かるようにするとか、見えるようにするっていうのは、実はこれ技術の力で少しずつできるように、技術、はい、そういった見えるようなテクノロジーっていうんですか、そういったものがあるわけです。あるんです。徐々に見えるテクノロジーって何、まあ、結局通信って目に見えない、見えないよね、見えないじゃないですか。でもそれをなるべくこうデータで、いわゆるレポートとかサマリーで、まあ、自分が今どういうものをに囲まれて何をしているのかって、ちょっとずつ見えるような、なるほど、まあ、技術が見えてもなんか読まない気もするけどねそうですね、まあ、見たくないっていう気持ちもあるし、お化け屋敷って私よく言ってるんですけどね、なんか見たくなかったら入んなきゃいいしっていうような感じで蓋してると、最後はこうよく分からなくて混乱しちゃって、まあ、結局それルールによってなんか裁かれちゃったりすると、またそれも本来の目的違いますよ ね、 うん、そういうやつを、はい、例えば、はい、文字じゃなくて漫画にしてもらうとか、あ、そうですね、
こうしたらこうだとかってすごい分かりやすくてみんな見るかもしれない。そうですね、そういった試みも結構業界ではやっぱり字がね、バーッなんかバーってなってると、はあ、もういいやってなっちゃうんだよね。あるかもしれないです ね読み慣れてる人とか頭のいい人はバーって読んですぐ理解できるんでしょうけど、何回も読まなきゃ理解できないもん。そうですね、うん、一般平民は読みたくないですよね、文字多かったら。え、そういうのを開発してください、漫画で。そうですね、ぜひあのそういうチャレンジも徐々にしていきたいと思ってます、はい。で、赤川さんはその中でどういうお仕事されてるんですか？はい、私はそうですね、うん、まあ、営業と一応人事もさせていただいていて、あ、うん、まあ、なんだろうな、そのセミナーとかを開催して人前で喋って、こういう風な脅威が今日本ではありますよとか、こういう、なんだろうな、攻撃が今流行っていて、どういうふうに対策をしなきゃいけないですよっていうような、うん、まあ、注意喚起みたいなこともしたり、あとはまあ人事で、うん、まあ、人員をちょっと補填して人を取っていくようなことをしております。補填するんですね、はい、よかった、切らないで。いやちょっと切ったりも時々してるんですけど、時々やっぱりしちゃうね、はい、大変ですよね。大変なお仕事です。やっぱりあの優秀じゃないとそういう仕事場にいると間違えちゃったりしたら大変ですもんね。実は我々の業界もコミュ力が、何、発信力というやつか、コミュニケーション力が非常に重要。あ、そうなんですね。私あの、まあ、よくね、まあ、飲み屋でいう話じゃないんですけど、うん、IT ってそもそも何なんだっていう話なんですよね、うん、IT ってインフォメーションテクノロジーの略なんですけど、うん、インフォメーションテクノロジーなんですけど、うんうん、実はこれってデバイスっていうか、そのスマホとかパソコンだけじゃなくて、うん、要は喋り方、伝え方って僕が訳しても正しいと、うん、あの同じだと思ってるんですよ。ですから IT って人間同士が喋ることも IT だと私は思ってるんですよね。あ、ええ、あ、相手に伝えることですもんね。そうです、伝え方って、まあ、ちょっと、それが機械と人間の違いっていうことだけで、その説明すごい分かりやすい、はい、これ飲み屋でよく言ってるやつなんですけど、今日は言おうかなと思って。ですから我々そう考えるとシンプルなんですよね、うん、実は。なるほど、はい、はまさに今日はIT なんです。今日は IT の、ま、IT の IT の伝え方なんです。はー、なるほど、それではね、株式会社 PSI さんで今一番こう何に力入れてるとか宣伝したいことぜひ。はい、弊社、実は大阪、うん、福岡、うん、名古屋と今事業を拡大しておりまして、大阪、福岡、名古屋、名古屋、はい、来年、まあ、今年からもう、旅行者は東京ですけど、東京です、はいはいはい、でなぜ、まあ、地方に展開するかというと、うん、我々のサイバーセキュリティの、問題を全国で、うん、非常に、悩んでる方多いんですよ、サイバーセキュリティについて。どうしていいか分かんないっていう、うん、でそういったものをですね、まあ、流通っていう言い方するとちょっと複雑、分かりづらいかもしれませんが、あの物のように流れるものではないんですね、我々のソリューションって。どちらかというと考え方とか捉え方を教えていくっていうのも、うん、あのサービスの中に非常に重要な、まあ、教育ですね、あの教えていくっていうか、そういったものの拠点として、あの大阪、特に西日本をちょっと今、あのまずは軸に考えてまして、なので我々の PR としてはやっぱりそういった東京だけでしかなかった情報を、まあ、特に西日本を中心に、まあ、日本のためになるようなサービス展開をですね、ダイレクトで日本のためになる、日本になるようなことを考えて、あの要は守るっていうんですかね、そういった意味で。そう、日本って遅れてますよね。そうですね、あの意識が韓国とか、はいはい、中国すごいじゃないですか。はい、そうですね、うん、そ、我々もあの学んで頑張ってください、もっと。はい、頑張りあの負けないで頑張って、はい、アジア1になって世界1になって頑張ってください。なるべくあの我々もまず勉強するところから、うん、あの基本的なことを学ぶっていうところもやっぱ大事ですし、はい、そういったのをまあ、物を売るというだけではなくて、うん、そういった教育とサービスも、うん、まあ、提供できるというのが我々の強みだと思いますね。うん、ね、本当に時間がもうあっという間に過ぎてしまいました、はいはい、今日は本当ありがとうございました。またぜひお時間の時によろしくお願いいたします。はい、また素敵な、ね、プレゼントしていただいてありがとうございます。ゆっくり寝てください。ありがとうございました。
里見しのぶのエンパラダッシュ、お別れの時間が近づいてきました。この番組は株式会社コムレイド、美の総合商社、メディカルサロンソウルスペースの提供でお送りいたしました。最後にお別れの曲、里見しのぶで青の青をお聴きください。次回の放送12月20日月曜日になります。寒いけど怪談ですよ。実は怪談、怪談師さんがいらっしゃいます。ぜひ楽しみにしてください。それではカメラでさよなら。